皆さんこんにちは、衆議院議員松原仁です。今日は羽田空港国際線のギャラリーに来ています。私が描いた絵がここに展示されまして、非常にまあ即興で描いた絵なんですが、いつものテーマの目が中心になっておりまして、ぜひとも皆さんにも見に来ていただきたいと思っております。